幼い頃、異世界から現れる朱雀の巫女の話を聞いてから、ずっとどんな娘か思い巡らせていた。ミヤカ、お前は思っていた通りの娘だ。私は他の女などに興味はない。私はただお前のことが知りたい。何もかも。そちたちは宮川を迎えに来たんです。そちたちには特別に私の部屋への出入りを許しておるが、こういう場合は気を利かすのが道理ではないのか。そうですね。お通り、私そろそろ部屋に。宮川、さっき私の言ったことは本当だ。お前は元の世界に戻りたいと言ったが、朱雀が現れ全てが済んだ後、私はお前を妃にする。そんな勝手な。無論命令ではない。人の心は命令では動かない。そうだな、お前の方から私を愛するようにしてやるよ。今日はそこで休むがよい。信じられない、それってプロポーズじゃない。できなかった。まさかあんな美形に告白されるとは。この世界って私みたいな顔がモテるのかしら。玉褒め聞いてたよね。どう思ってるかな。あのすいま。よう。ようってそれだけ？昨夜のこと。どこ行くの？町に出て商売してくんだよ。田舎から出稼ぎに来たのに、ここんとこ全然だったからな。待って、私も。お前は塗り子と仲良くなって、朱雀七世の残りの4人を早く探せば。玉褒め、うっ、やーかー、塗り子。何がほとほりとは何でもないよ。こともあろうに皇帝陛下の部屋に一泊して絶対許しませんわよ。でもあれは別に。タマちゃん待って。仲良くなれそうだったのに、元の木阿弥。それにしてもタマ褒めのあの態度は何よ。急にそっけなくなっちゃってさ、なんで何にも言ってくれないのよ。私のことどうだっていいの。よし。後をつけるなんてしたくないけど、塗り子と仲良くなりたいし、玉褒めの気持ちも知りたいし。にしても塗り子のやつ、ほとほりが好きなくせに玉褒めにベタベタしすぎよ。玉ちゃん、あの子あれで変装してるつもりよ。ほっとけよ。あら冷たいのね。聞いてくれ、皆の衆。みんな、噂の朱雀の巫女のことは知ってるね。それがどうした。朱雀の巫女ってのは、隣の国から来たのでも、遠くの国から来たのでもない。この世界とは全く別の世界から来た娘なんだ。これが服装も持ち物もこの世とは大違い。そこでだ、巫女の持っていたすげえ代物を特価で売ろうってんだ。さあお立ち会い。なんだ、早く見せろ。それは、それってもしかして。これでいい。おお、私があげたチューインガムまだ持ってたのね。一枚銀一両でどうでいい。えっ、ガキ、もっと負ける。そんなことねえよ。玉褒め、もしかして私のこと商売の種に便利な子って見てるのかな。おい、おかしいじゃねえか。なんでお前が巫女のもん持ってんだよ。巫女は皇帝陛下のおそばにいるって聞いたぜ。何よあんた、タマちゃんが嘘言ってると言いたいの。本物かどうかわかんねえって言ってんだよ。
売るために出任せ言ってんじゃ。ないんで証拠であります。はい、本物の証拠を見せろ。インチキじゃねえのか。タマホメの言ってることは本当よ。そのガムはちゃんと私が彼にあげたのよ。ミヤカ、はいはい、並んで並んで。サインなら私を通してください。握手は1回につき金1両、いいですか。いきなりマネージャーになるな。おい、そういえばあの男、この前巫女様と一緒にいたぞ。じゃあ本物か。売れに売れ、金2両出すぞ。ここまで来れば安心だ。なんであんなことしたんだよ。だってあんた私のこと迷惑なの。何もそんなこと言ってねえだろ。じゃあどう思ってるの。いいところ悪いけどさ、ちょっと顔貸してもらおうか。話ってのは何だ。商売すんなら諸場代出せってんだよ。どこにでもいるのね、ヤクザって。んな金ねえよ。じゃあ少々痛い目に遭ってもらうしかねえな。おお、かわいい姉ちゃんじゃねえか。おや、貴様らその子を離せ。下手に逆らわねえこったな。俺はここいらの島を仕切ってる。てめえをこの場所で商売できなくしてやってもいいんだぜ。ま、万事これしたいってことだな。おやぶん、その娘なんですが、スザクの巫女らしいでさ。ほう、そりゃすげえ。よし、兄ちゃん、こうしようじゃねえか。おめえも商売人なら金で話をつけようじゃねえか。この娘、金30両で俺に売れ。兄ちゃんとタマちゃん、ピンチ。頑張るのよ、しっかり見守ってあげるから。金30両で売れだと？俺をなめんじゃねえ。ん？金40両だ。35両。40両。37両。このごつくばりが。40両って言ってんだ、このタヌキ親父が。玉褒め、ひどいよ。お、姉ちゃん、震えてんのかい。怒ってんのよ。てめえ、舐めた真似しやがって。自分のものになられんなら。ダーッ！くっ！いやあ！あっ！いやあ！世の中にはどんなに金積まれたって売っちゃなんねえもんがあるんだよ。結局こうなるのよね。さあ帰ろうぜ。バカ、あんたもうこの辺で商売できないじゃない。それどころかもう少しで怪我するところだったのよ。なんで、なんで私のためにそこまでするのよ。行くぞ。答えてよ。いいじゃん別に。よくない。だって私あんたのことが好きなんだもん。悪いな、俺そういう感情ねえから。お前が朱雀の巫女だから守ってるだけだ。帰るぞ。皇帝陛下が心配なさる。タマホメ、朱雀の巫女、助けられしのち熱ありって倒れる。どうしたんだミヤカ、しっかりしろミヤカ。おいミヤカ、あなたの名前
争う。